この企画の説明をしよう。コメトがストーリーで告知し、コートに来てくれた方とワンオンワンを行う。だが、これはただのワンオンワンではない。例えば1回戦目コメトが10対5で勝利、2回戦目は4対10で視聴者の勝利。このように10点マッチのワンオンワンを積み重ねていき、先に合計得点が100点に到達したチームの勝利となる。さらに視聴者チームが勝利した場合、抽選で超豪華なプレゼントが当たるぞ。しかもプレゼントは視聴者全員にもらえるチャンスがある。プレゼントの応募条件として YouTube のチャンネル登録、 Instagram のフォローが必須となる。今のうちに登録をしておくんだ。コメトと視聴者の熱き戦いが今始まる。勝利をつかみ取るのはコメトか、それとも視聴者か。 VS 視聴者100点マッチ101。はい、第2回やってまいりました100点マッチ101。相手してもらう方に早速登場していただきます。どうぞ。お願いします。お願いします。軽く自己紹介、名前教えてもらってもいいですか。コウタです。よろしくお願いします。この101自体は、さっきも、動画外で説明したんですけど、さっきの概要になってて、で今第2回目でまた10点マッチで戦っていく。3ポイント2点、2ポイント1点で10点マッチで戦っていくっていう形になります。で、前回の10点マッチ第1回の結果こちらになってます。10点差で俺が勝ったすごいですね。でやっていく前になんですけど、条件であるチャンネル登録とインスタのフォローの画面を見せてもらってもいいですか。はい。はい、インスタフォローしっかりします。はい、ありがとうございます。はい、視聴者さん代表として戦っていただきます。プレゼントもかかってるので全力で戦いに来てください。はい、軽く意気込み言ってもらってもいいですか。いやまあ視聴者さんも緊張すぎてるので、まあ、本当にいろんな方の思いを代表して背負ってるので、まあ、悔いの残らないようにしっかりやっていきたいと思います。大事や。早速やっていきましょう。はい、始まりますね。今回も実況はコメトと龍河です。お願いします。よろしくお願いします。はい、第2回戦ですね。早速手法は視聴者さんが決めて先行ですね。早く乗ってきました。今回の相手の情報は何かありましたか。はい、ちょっとあまり覚えてない。お願いします。おお、来た。おちょ、やばい。えマジ、それ決めたら1位よ。あさすがに今のはね、この子は中学3年、はい、うん、おちょっと内緒気づきがね、中学3年生ですよね。なるほど。おお中学3年生上手でしたよね。まずこれマジ中3、ここ中学3年生やってるやん一緒。中3やったよ。中3、うん、やいかえがここめちゃめちゃ風吹いとったよ。風うるさかったよね。なんでこんなシュート普通に3打てるん。うん、ディフェンスが硬かった印象なんよね。ああ、おお、いやグッて普通ついてこいよ。あ、いや決めたい。惜しい。2-0です。2-0。ちなみに今回の1対1、まあ、僕編集したんですけど、はい、あれね、前いつもやったらなんか長い剣ちょくちょくカットしたりするんやけど、うん、今回全部使ってます。もう見どころが多かった剣。あ、そう、ね、全部使った。おお、ひどい。見どころとか言いながらいきなりひどい。いや、これが見どころなのかもしれない。え、おお、よしよしよし。今回なんかね、編集しながら面白かったよね。そうね。え、前回おもんなかったみたいな。前回おもろかったわ。硬い。硬いな。スイッ
に止められてるよ。うわうまい。さあハイライトですね。どうやって決めるってことですよね。もう、はい、おお、もういいっすよ。もう入りますよ今のは。オッケー、ナイス。せやな。いいね。21。しかし今回も天気がいいな。それ切ってる。雑になった。ちなみに今回のコート言ってなかったよね。はい、うわまた早い。うん、いやうまいわ。今回はね糸島の、はい、糸島市のそう秘訣運動公園っていうところですね。はい、そうです。ストーリーで告知して来てくれた方とやってますので、インスタでお待ちください皆さん。今回人がねマジでおらんかったよね、うん、唯一おった男の子。いやガチグッディ。すごい硬い。本当に受験勉強してるだけありますね。ディフェンスの、ディフェンスの、うん、ディフェンスの受験うまい、うまい、あー惜しい。来ないね。この日の気温もねマジで暑かったけんね。ねが上がりましたね。うわー、うまい。え、41やばくない。41やばいね。まずいって。前回のワンワンとの合計点がね積み重なっていけんね。前回は10対3でコメントが勝ったけん。おお、入った今の。入ったね。めっちゃ嫌かと思った。マジかよ。今回は勝ちたいところですけど。危ねえ、また抜き取れたぞ。序盤やばいね。やられてるね。6-1 まずい。6-1まずすぎやろ。なんかキレッキレやもん。そう。13これ。え、クラブチームって言ってたけど。本当に言ってる。なんかサムの3対3のサムの方にディフェンスを教わったりもしとるらしい、佐賀で。うわぁ、やっぱディフェンス硬いね、ほんと。ディフェンスガチで硬いよ。うわぁ、入りそうなよね。やばい、ガチやられる、これガチやられる。まだ1点しか決めてないもん。うまい。いや、でも釣りできてる、これ青峰は。ああ、決めるね。シュートほぼ青峰です。逆に青峰一回練習したけどね。うん、それが出たよ。おっと、うん、今ちょっと怪しくないか。ノー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 、なってないですからね。今回審判いないですからね。いつもおらんやろ。いつもおる言い方するやん。いや、ガチ硬い。それ決める。追い上げてきた。3対6か。でも言うても、言うてもダブルスコアですよ。楽しようとしたね。外コートは3あんま入らんけんね。うん、うまい。え、こっち、ハンドリングうまい。それ来たらうまいぞ。マジ？ああ、びっくりした。あるみたいな編集やめてください。いやー、そうや。入ったのだけハイライトにしてもねバレるけど。入らんのもハイライトになる。もちろんもちろん。入らないハイライトとはなんだ。うお。うまい。いやー、これはうまい。おー、しかもバックしよう。いいね、相性いいよ。6対4 4対6。おー、こっち、あ、出た。あー、惜しい、決めたい。近くで見たらなかなか足腰がね、馬みたいな足してる。おー、屈強な足ですね。屈強な。バカ暑かったよ、この日も。34度ぐらいやったよね。1回戦目も暑かったけど、うん、こっちの方が暑かったかも。風が吹いとったけど嫌やったもんな。地面がコンクリートってな。惜しい。なかなかお互いディフェンスで譲ってないね。え、それはないっしょ。ハイライト多くない？これはマジでこれどっから来るねん。だるそれは。4対7それはうまい。いや、それはやばいな。このコートミシみたいな。
あーグッティよしよしよしやらせませんよグッティグッティ視聴者さんに買ってほしいっていう気持ちがあるけん、うん、ずっと視聴者さんを応援してみんなプレゼント本当にもぎ取ってほしいよね本当に豪華やけん俺はもう知っとるけん豪華プレゼントマジで豪華なんやこれもう嘘なしのでもあの登録しとかないと受け取れませんからねそうそうそうおお3何か言った 67? いいやん追い上げてきた追い上げてきた来たよこのままの流れで連続で得点決めたい本当に豪華やそきたらえぐいそきたらえぐいあーそれとハイライトする価値なしおいしろよあのドリブルの段階でもコースがずれとったもんおお伸びてますねあーほらこういうことするから同じ外し方したこういうことするからですよほらこんなのなめくですよなかなかコメちゃんバカ取ったもんな、きついって言ってたバカきつかったねあーもうこの6点ぐらい6点ぐらいですね限界値来てましたねあーそのシュート好きやな俺ケツ燃えるケツ燃えるって本当に地面熱かったマジやけどする地面の熱さを体感するってね犬ぐらいしか犬の散歩やね、うん、おおおこっちうまいある感じのうわあるうんうまいね詰めろよ、コーターなるべく点差をそう、ただねギリギリ勝つっていうのもねあと困るけど点差を離してできれば勝ってほしいよね、視聴者さんにも接戦ですからおおなんだ今の技かごまかしましたね、レッツでよしいや完全やられたエモワンやエモワンえエモワンやねエモワン1点ですでも追いついたよ16から追いついたよえぐいねこれは逆転もあります6-1のランやこれは逆こいうーん外1本も決めてなくないあ、それ1本決めたか雲一つない青空やん。え？おお。やばい。よし。やばいやばいリーチですね。そっかで行ってんだ。止めてくれよ。それは。え？やばい。誰ってこの場面でのスローモーション。ああ。危ねえ。おお。危ねえ。得意技っぽかったけどな。ちょっとマジで置いててくれ。3は嫌よもう確実に2ポイント狙いに行こう、うん、ああ左お前もうバテとれそれバテますよこれ結構長いでしょバテてる結構長い戦いでしょこれ中3の体力には勝てんかガチガチにやってますからね受験勉強の方をおーグッティー読んでた読んでたではない、2回目おお習ったやつかな技も見せてくれいやすごいわこれはうまいわ来いあるこれあるやつやこのスローはいやこれもう流れ完璧やうわそれ気に切らんかくっそーと言ってますこっちでも言ってますね同じ人がさあ見せてくれよしよしよしいやー何取れよ取れよ滑り込んでるも取れそんな体力はなかったおーえぐい今のおマジ空中でわうわこれいやーマジかよそれ決めるあ今回は敗北ってことですね負けちゃったがすげえありがとうございましたみんな今日も動画見てくれてありがとうおすすめの動画もよかったら見ていって年内目標10万人に向かってみんなの一人一人の協力が必要です一緒に達成しようぜ